あ、どうもこんにちは。埼玉のシンガーソングライター、ともきと申します。よろしくお願いします。今日もですね、歌、音楽、ボーカル、ミックスボイスについてなんですが、今日はちょっと作詞作曲のテーマになります。で、作詞作曲といっても、その具体的な作るノウハウというよりも、心構えに近い部分があります。なんで心構えかって思うかもしれませんが、結構、今ある、まあ、伝説的にヒットしている音楽、楽曲とか、アーティストって、そのノウハウがすごいというよりも、そのまあ考え方とかあり方が素晴らしいっていう部分がまずあって、まあその言ったら音楽曲だけ聞くとそんなに難しいことやってないんですけど、名曲っていうことがたくさんあります。で、まあノウハウはもちろんね、まあ、初心者の方とかも作ったことない方にとっては、まあしっかり作り方コツっていうのは、まあ、まず押さえる必要はあるので、まあそれはそれで必要なんですが、まあ同時に絶対に忘れたくないのがやり方ではなくあり方っていうことを、ちょっと今日は強調して、いた上で、今日は、まあ、その作詞作曲を学ぶ上で一つ、まあ、題材にしたいものがあります。それ何かっていうと、まあ、私も愛してやまないグレイの拓郎さんについてちょっとまあお話ピックアップしつつ、まあ、作詞作曲って、まあ、いい曲作りってどういうことっていうのを学んでいきたいと思います。まあ、ちょっとね最近グレイさんのテーマがなんか多いんで、まあちょっとねバレていると思うんですけど、グレイ好きなのでごめんなさいちょっと多めになりますが、お付き合いいただければと思います。まあ、簡単にグレイっていうバンドは、まあ、タミさん知ってると思うんですけど、まあ、拓郎っていうのは、まあ、グレイのリーダーであり、まあ、ギターを弾いて、まあ、キーボードとかもやるんですが、作曲を主に担当している方ですね。まあ、1971年生まれ、北海道函館市出身ですね。そこでバンドグレイっていうのがバンドというのが生まれたわけですが、まあ、そのグレイの拓郎さんの作詞作曲をちょっと、振り返ってみて、その作詞作曲の素晴らしさを私たちも、まあ、作詞作曲やる方、もしくはこれからやりたい方、初心者、まあ、やろうかなと思っている方に向けてのヒントにしたいなっていうのがありまして、でその、まあ、グレイさんの曲を、まあ、振り返ってみて、まあ、一番、まあ、なんていうか、例えばヒットした曲でいうと、まあ、However とかの誘惑とか、まあ、このシングルミリオンヒットっていうと、まあ、この辺を筆頭に、まあ、全部で6曲ぐらいあるのかな。で、拓郎さんのその歴代、作詞作曲 の, そのヒットを飛ばした歴代、まあ、アーティストチャートがあるんですけど、歴代4位っていうことで、まあ、かなりトップアーティストです。で、そのなんだろ う, こう曲作りの、その拓郎さんの曲作りってかなり、まあまあ、それぞれね、そのアーティストによってその作り方って違うと思うんですけど、面白いのが、英和辞典とウーロン茶を用意してやるっていうふうに言ってるんですよ。で、英和辞典って、まあ、その辞書ですよね。日本語と英語それぞれ対比して、まあ、和訳された英訳されたものが載っているものだと思うんですけど、まあ、作詞ですかね、主にその自分がどういう言葉を載せるかっていうのを、まあ、辞書を使って、でそれを辞書を使った上で英語をうまく活用していくことが結構意識づけられてるかなっていうのが拓郎さんの作曲、作詞作曲から伺えるところです。で、まあウーロン茶ってのは本当多分お好きなだけだと思うので、それをみんなウーロン茶飲んだら発想良くなるよっていうのはちょっとなんか、まあ科学的な根拠はないと思うんですけど、まあ英和辞典はかなりヒントになるかなっては思います。で、拓郎さんの作曲の仕方って、その例えば1曲作り始めてその1曲に集中するというよりも、その曲を作りながら、まあ、ちょっとなんだろう、ある程度作ってこれ以上もう出てこないかなとか、ちょっと気分がのなんか乗らないなって時は別の曲を同時に作ったりもするそうです。まあ、同時進行ということですね。まあ、言い方がすごい面白いのですが、気分転換にもう一曲作るみたいな、そんなことを言ってらっしゃるんですけど、まあまあ、初めて作る人にとってはその複数同時っていうのはなかなか、まあかなりヘビーなことですけど、ある程度作っていくと、その曲ってある、まあ、例えば A メロ B メロサビ作って次のもう一回2コーラス目ができない、まあ、歌詞がまだ浮かばないって時は1回置いといて次の曲に行く、または同じ曲ではなく違った曲を作ることによって自分の考え方に少しほどきができて、まあ、客観的な視点、視野が広がってまた戻ってくると、また新しい歌詞、価値観が生まれて、その今まで考えて出てこなかったものがポッと出てくる場合があるので、まあ同時進行ももしかしたら、作って慣れてきた方は、やると何かいいヒントになるかもしれません。まあ、作詞作曲、まあ、グレイの拓郎さんのね、まあ、作品は、まあ、もう皆さんもご存知の方も多いと思いますので、まあ、作詞の曲作りの、コツなんかは、まあ、ご紹介した通りなんですが、グレイの拓郎さんの本当にすごいところってここだと思います。これからお話しようと思うんですけど、まあ、これもどうかな、知ってる方は分かりませんが、グレイの拓郎さんってビートルズのジョン・レノンを
この上なく愛している方なんですよ。で、まあ、ジョン・レノンの、まあ、生き方といったらいいでしょうか、まあ、動画で冒頭でお話した通り、どうやって作ってるかではなくて、どういうふうに考えているか、どういう生き方をしているかってことがすごい重要だってお話だと思うんですけど、そういうところですね、拓郎さんが多分そのジョン・レノンの、まあ、敬愛してやまないっていうのは、多分ジョン・レノンの作詞作曲方法を学んだっていう、そのやりコツノウハウの話はしてないと思うんですよ。で、まあそうですね、ジョン・レノンは、まあ、そう1980年ですか、亡くなってますが、その命日には必ず拓郎さんのニューヨークのストロベリーフィールズというその、まあ、ジョン・レノンにゆかりの強い地に置いて、いらっしゃるそうですと、拓郎さんが。で、まあ、先ほどご紹介した However、 ミリオンヒット飛ばした、でこの However もそのニューヨークに滞在中に、まあ、浮かんだと、まあ、作詞作曲の基本的なノウハウはもちろん抑えてた上で、まあ、自分でこう湧き上がってくる感情とか気持ちとか思いとかっていうのを、まあ、乗せるのが作曲、作詞作曲の本当に真骨頂だと思うんですけど、それが まさにニューヨーク、まあ、ジョン・レノンのね、命日というか、そのニューヨークというその地、ゆかりの強い地に赴いた時に、まあ、生まれた曲だということだそうです。で、ジョン・レノンの生き方を敬愛してやまないっていうお話をしたと思うんですけど、じゃあジョン・レノンの生き方ってどんな生き方だったのっていうことをちょっと最後にお話しようと思います。まあ、グレイの拓郎さんから学ぶって言っときながらジョン・レノンに移っちゃったんですけど、まあ、偉大なアーティストですし、まあ、我々も生き方としては非常に参考になるので、まあ、ちょっとお話ししていこうと思います。でジョン・レノン、まあ、もうご存知の通りビートルズにおりました。でビートルズは一回解散というか、まあ、活動休止になり、ジョン・レノンという一人の男アーティスト人間として活動してた期間もあります。でこれが非常に、まあ、ジョン・レノンの生き方を考える上で重要なところなんですが、まあ、まずビートルズの話からすると、まあ、細かい話はちょっと走るとしても、まあ、やっぱり皆さん言わずと知れた有名なビッグバンドですね、偉大なバンドです。でその、まあ、音楽的センスとか才能とか、まあ、そういったメンバーの魅力があっての、まあ、大成功っていうのはもちろんあると思うんですけど、まあ、やっぱりある程度プロデューサーの戦略があったり、売り出すために必要な戦略をいろいろやったのがビートルズです。まあ、楽曲の技術センスとそのプロデューサーの売り出す力っていうのを、前面に押したのがビートルズ、まあ、だからこそ世界的に、まあ、ヒットしたわけですが、その中でジョン・レノンは何かどこか、違和感を感じていたそうなんですよね。まあ、当然売れて人気者になって、まあ、たくさんの人に、まあ、知れ渡る、音楽を聴いてもらえるっていうのは多分素晴らしいことだと思うんですけど、その一言で言うと人の目を気にしすぎてしまった部分がゆえに、ちょっと、まあ、迷走してしまった部分があったそうです。で、まあ、その時にいろいろこう紆余曲折があって、まあ、小野陽子さんと出会うわけですね。まあ、その出会いから自分が、今まで売れるために、まあ、人の目を気にしてきた、人生から人らしく生きるジョン・レノンに変わったそうなんですよ。まあ、ちょっとずつね変わってたと思うんです。小野陽子さんは本当きっかけだったとは思うんですけど、まあ、その小野陽子さんのエピソードを聞くと、あ、すごい大きな影響を与えた方なんだなっていうのはすごい分かるところなんですが、まあ、自分の、生き方っていうのは、まあ、他の人の、例えば見栄えとか、名誉、売上とか、地位とか名声っていうところがもちろんあれば、それはそれで一つの達成目標としてはいい部分もありますが、それは第一目標にはならない。じゃあ何が一番優先されるかっていうと、本当に人らしく生きているかどうか、まあ名誉ももちろんそうですけど、何のために名誉を得るのか、どういうふうに名誉を得たのかっていうところ、まあ自分が本当にやりたいこと、まずそもそも人としてそれは本当に素晴らしいのかっていうのを、もう飾らず考えて、まあ、音楽活動したっていうのが、後半のジョン・レノンっていう一人の男の名前になって、まあ、アーティストとして活動した時期ですね。これが多分タグローグレイのタグローさんの言うジョン・レノンの生き方に、敬愛をしているっていう部分だと思います。まあ、もちろんビートルズ自体も大好きだったとは思うんですけど、ジョン・レノンの生き方っていうのは、人の目を気にするよりも人らしく生きるということを考えた方だったっていうのが、まあ、一つ、まあ、本当に端的にワード一言で表すとそういう感じです。まあ、どうしてもね、我々も私も含めてですけど、いろんな、まあ、こうやって動画も見ていただく方にとって
やっぱり人の目って気になると思うんですよ、はい、自分がどう思われてるとか、やっぱりよく見られたいとか、まあ、よく言えば、有名になりたいとかっていうのは私も正直ありますし、まあ、それがやっぱりないって言ったら嘘になりますが、それを一番優先目標にしてしまうと、結局本当に自分がやりたいこととか、自分らしく生きることとか、そもそも人として生きることっていうことを忘れちゃう、その人の意見とか人の評判に左右されちゃうって、ものすごく疲れるし、本当になんかもうやりきれないんですよ。何のために生きてるんだろう私って思うぐらいになると思うので、なんだ結局その土台としては、自分がやっぱりやりたいこと、自分が生きていくで、自分らしく生きる、人として生きるってどういうことなのっていうのを、まあ、これも多分答えてないと思うんですよ。その時代時代、その環境環境において、答えは違うと思うんですけど、自分がそこにいて、自分だったらどうしたいか、で人だったら人間として生きるなら何をするかっていうことを考えるっていうのはものすごく大事で、まあ、ちょっと壮大な話になっちゃいますが、そういったところから生まれてくる気持ちとかメッセージが作詞作曲に乗った時にものすごくいい曲ができ、まあいわゆる後付け的に、まあ、ヒットしていろんな人に、まあ、シェアされていくってことになるので、まあ、ヒットするってことが、まあ、それはダメなことではなくて、まあ、結果論そうなるだけであって、まあ、大事なのはそこに至ったまでの、まあ、生き方、考え方、あり方ですってことが、今回の拓郎さんと、あと、まあ、ジョン・レノンのエピソードをちょっとピックアップして、私も今回非常に、まあ、改めてね勉強になったなっていう部分ありますので、まあ、作詞作曲される方、またこれからやってみたい方、もしくはその音楽そのもの、歌音楽されてる方にとっても、まあ、ヒントになればなということでお話をさせていただきました。まあ、こんな感じでね、歌音楽については、まあ、歴史踏み紐解いたり、まあ、アーティストをちょっとねピックアップしてご紹介する場合もありますので、ぜひね、チャンネル登録、いいねボタンしてもらえると励みになります。まあ、質問等あればコメントいただければそちらも答えていきますので、ぜひね、お気軽にしていただければと思います。では次の動画でお会いしましょう。